結構来てるよ。地下の部屋です、うん、釣り針をゲットしました。あ、釣った。長靴、鍵、カン。じゃあ鍵とイライザー開けておきましょうか。ダンボール来たね。真ん中に置いてジャンプみたいな、そんな感じだよね。置けません。猫じゃらし置けないぞ猫。もうちょっとやってみようか。あら、ループループループ。あ、なんかもう何も出てこなそう。確かに、なあ、もう長靴ばっかりだな。ってことはここからが、あ、上は何も触れないのか。ポン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 。でもね、この水のところに置けないんですよね、ダンボールが。あれ、ダンボールどこに。あら、そこ持ち上げて下に置く。無理か。持ち上げてタップ。できない、できない、うん、釣竿で猫を、釣り竿で猫を釣る。釣れないゴンみたいキルアのバッチをここだっつって。ただその後にね、毒針でね、ひそかですね、ひそかな、ひそか、毒針でやられちゃうんだよね。ピッ、ボックル、ボックルみたいなやつだっけ、なんだっけ。ゲルタじゃなかったですか。なんかもじゃもじゃの神の。そう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 。すぐひそかに倒されちゃう。そうなの。かわいそうな子。斜めじゃ水が向こうに来る。うんうんうん。ない。ない。ダンボールここに置いて釣り針。おやー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 、ま、来たね、うん、一つの壁が来たね。ダンボール置ける場所が他にないんだよな、うん、で長靴しか出ないかな。ここにとりあえず置いてみてどうしたか、目にないか、目にゴミが、目にゴミが、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。これはそもそもダンボールなのか。箱だよね、うん。鍵は最初からなかったんだよね。扉は開いてたよね。何回釣ろうがもう何も出てこない。で、壁も一通り全部触ったんですけど、なんかトントンできるのかなみたいな。で、できなそう。おやややおやややや。教えてアップバンク。教えてアップバンクするか。しちゃいましょう。わからんよね。わかんないです。うん、ちょっと見ちゃおうか。見ちゃえ。これはきっと2ですね。2かな。16面。うん、16面、16面か、今我々がいるのは、はい、うん、釣り竿をゲットし、水の部分に塩で、はい、鍵と箱、うん、ここはもう全然できましたよ、うん、で箱をゲットしたら釣り竿は、すごいな、これ、これは気づかん。 やります。釣り竿をライトに引っ掛けて、おお、すごい、これはすごい、これを入れる。あ、そういうこと、すごい仕掛けや。結構このゲームは動くね。すごいですね、うん、ちなみにこのアップバンクのこの脱出ゲームの攻略って自分たちでクリアしてるんですよね、はい、そうですね、みんなすごいね、うん、うちの人たち毎毎脱出ゲームのプロなんです。よう分からん、こんなん私ほっといたら1時間あっても分からんで、きっとようやるな、うん、なんで分かるんだそんなもの出すゲーム。これもどっからどう見てもキャットフードじゃない。キャットフードですね。これを入れてマークへやと。おお食べ、あ、そこまで直接的あ、起きない。ん、時計、時計、あ、なるほど、落とされない。まあ、この子ね、キャットフード全く食ってないですからね、はい、もう興味。皿をふわーふわー、なんか引っ張れるんですか、上に。うん、あの、触るとふわーって。あー、威嚇してる。ワイに触るんじゃねえ下の引き出しも開かない。切れ毛、切れ毛、切れてます。もうさっき餌に、餌をこう、あの、皿に入れた時だけ目パッと開いてチラ見だけするよね。このチラ見の瞬間に、何か、あ、チラ見た瞬間にピシッピシッ。この YouTube の、あ、時計がなんか
動いた。あ、お腹減ってきた、お腹減ってきた。まだなんじゃない？もうちょっと時間を進めないとお腹がまだ減ってないんじゃない？いや、いかななんでもお腹減ってるでしょ、あなた。待てしすぎ。もうそろそろぐるぐるでしょ。もう私ぐるぐるですよ。朝になっちゃいます、朝に。もうマミルトン先生お腹空いてますよ。私なんか今日夕方4時半に晩ご飯食べましたからね。早い。もう一回晩ご飯食べるパターン。あのすき家行ったんですよ。はい、何食べたんですか。いや、牛丼何にしようかなと思って聞いたら、すみません今から肉入れるんで5分待ってくださいって言って、とか思って、で5分かとか思って、じゃあちょっともうちょっと歩いちゃおうかなと思って、はい、結局、福祉に行きました。隣のお店だった。で、生姜焼き定食を食べました。630円。なんかお皿が猫ちゃんに占有されてますよ。そうですね、あそこにお皿を置いたばっかりに。あ、箱来た。あ、お皿に。あ、キャットフードでは私は満足しないわよ。あれれ、あれ、おい、どこ行った、おい猫。バグバグのせいにする。時間。え、でも一回あのお皿とキャットフードとか回収しなくていいの、あれ。もう回収できないですね。もう一回やりましょうか。うん、一回、もう一回やってみよう、もう一回やってみよう。セレブの部屋、あえてゲームのせいにする、うん、お皿を花から出口に置こうよ。なるほど。で、でフード出して、おびき寄せて、うん、猫をキャットフードが出口に向かう。ほら、来た、あ、来た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 。バカめ、開けてキャットフードを置く、ここに置く。これでもうクリアじゃない。来い、行け、はい、あ、食べた。あ、私のやっぱ置く場所が良くなかったんだ。おお、さっきのはじゃあもうそこに置いた時点で私の負けみたいな感じだったのかな。でもあれ復帰しようがないよね、うん、猫帰ってこない。24時間経っても猫帰ってこない。あ、猫じゃらしが花に進化した。花が邪魔。待ってくださいね。なるほど、うん、これ一回下かな。下であの花壇荒らさせるべきなのかな。ほら、荒らす。あ、あ、これが取れた。あ、取れた。ほら、で、去るときにこれを割る。割らない、ぴょん、バリン、割らない。あ、そう、あ、きっと上に置いた時だけ落ちるみたい。あれ、取れる。今度こっちが取れた。あら、ん、まあ、とりあえずこっち行って。はい、鍵がない。ん、鍵がない、うん、鍵がない。あ、あ、移動した。スワイプで移動する。で、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 あ、これで上にこっちに乗っかれ、乗っかれ、乗っかれ、乗っかれ。ちょっと下のから、あ、来た。そういうことか。でもバリーンは合ってたんですね。合ってたね。さあ、リズムに乗ってきましたよ、うん、もうかれこれ40分経過するときに何にも言えないですけど、40分ですよ、マミルトン先生。私たち脱出ゲーム40分やってんすよ。やってますね。1日なんか、マミルトン先生、はい、今私とマミルトン先生はこのカメラに向かってですよ、脱出ゲームを1日の24分の1やってるんですよ。1日の24分の1。確かに、なんという浪費。まあ、それはおそらくこの動画を見ている人たちにも同じことが言える。確かにこれは当たった。なんか、お、なんかすげえ簡単そうなステージ。回収して、簡単そうなステージ。これで箱を、あ、こいつがあるから置けない。あ、置けない、うん、で、こっちに交差させて
マミルパイセン、はい、分かっちゃいました。え、嘘です。いや、なんか段ボールを2段にして一個飛ばしのジャンプだったらできるじゃないですか。で、飛ばすのかなとか思ったんですけど、ただ飛ばしてあそこに行った時に上に行けないなと思って。猫をね、うん、あっちの方には行かせることができるわけじゃないですか。こっち、あっち、はい、その猫をそこに置いといて2段にして一個飛ばしでジャンプ、段ボールを2個重ねて、猫ちゃんジャンプできますから、1個と1個は1個だったら。おお、からのですよ。ここからが私よくわかりません。これはダメだ、こっちにさせてこう。あー、マミルトの頭いこう。いや違う、取って1個ずらして置いてぴょんぴょんだ。こうか、で賢い。なるほど、こうでこうか、で鍵を開けるんだ。あ、20面いけそうだな。そうですね、これで今何面、18、9。さあ見てみましょうか、はい、何面か。次がラストです、うん、いやー、たどり着いたぞ、たどり着いたぞ、最終面だ。なんかマイクラみたいなやつありますよ。マイクラみたいなやつ、四角いブツブツ、なんか四角いやつ。蝶々、蝶々か、あれ蝶々、ちょちょ入ってくるんじゃないですか、窓開けといたら。ああ、そうかも。お花で、花は取った、ここか。おお、来い、ちょちょ来い来い、来たー。来た。で窓を閉めたらなんか蝶々がいい感じに。で蝶々を分かった、この辺に置くんだ。おお、おお、来た来た。でまたスワイプので、これが引き戸。クリア、目標達成、目標達成、よかった。猫脱出自体は24名あるんで、あと4名ありますけど、それは皆さんぜひやってみてください。ご自身でお楽しみください。答えが分からないときはアップバンクの攻略記事をチェックしてください。はい、全部のリンクはね、説明欄に載せておきますので、皆さんぜひチェックしてください。なかなか新しいタイプの脱出ゲームでしたね、うんうん、皆さんお楽しみください。はい、お楽しみください。バイバイ。